皆さんこんにちは。今日はグレードレベル1のウィップやってみましょう。だんだん難しくなっていきますけど、頑張って練習していきましょう。右手ウィップいきます。どうぞ。はい、ウィップのやり方、右手ウィップのやり方いきます。レギュラーグリップで握ります。左側にボール、右側にティップが来てますか？いいですか？はい、真ん中持ってますね。そこからまずボールが上にグイーッと上がってきて、外側を外1回回します。そしたら後ろに隠します。はい、ちょうど真ん中ですね、来ました。そしたらバックパスやりました、覚えてますか？はい、バックパスの出てくるやつ、そうですね、ここで使います。ひねる。はい、ここまで行きましょう。もう一回行きますよ。こう持ってきたら、外側を一回回したら、隠します。はい、そうしたら手首をしっかりひねって、ティップから出てきて、戻す。はい、これが正しい、右手ウィップのやり方ですね。続けていきましょうか。はい、ここから外回して、隠して出てくる。重要になってくるのは手首のひねりです。ひねって、ひねって、最後ひねるというね、このひねりがとっても大事になってきますからね、しっかりと練習をしてください。はい、悪い見本いきます。これね、よくやりがちで、肩とかね、腕を動かしてね、ぐる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 、こうなんか変なね、ウィップやる人いますね。なので、これダメですよ。しっかりと手首をひねって持ってくるんだけど、この時にね、後ろまで持っていかない人結構いますね。これウィップじゃないですからね。しっかりと、そう、こういう人いますから、しっかりと、そう、後ろまで行ってから出てくる。これ守ってくださいね。もう一回行きましょうか。ぐいっとひねって持ってくるっていうのをしっかりと覚えて練習をしてください。はい、はい、皆さん右手のウィップいかがでしたか？しっかり手首をひねってね、練習をしてください。しっかり最後ね、隠して出てくるっていうのもね、守って練習してください。結構重要ですから、このウィップね、頑張りましょう。